はい、千葉県出身21歳渚浩太です。イエーイはい、本日はなんとこちら、じゃーん、コンビニスイーツの紹介こちらコンビニスイーツなんですけど、まずはこちらのゾーン、こちらはなんとローソンさんで購入してきました。3つです。こちらはファミリーマートさんで購入してきました。イエーイ、ファミマ大好きそしてなんとこちらは、はい、セブンイレブンさんで購入してきました。イエーイ。あ、でもあんまりコンビニスイーツあんまり買ったことなくて、結構コンビニ行くんですけど、なので結構今回は食べたことないやつがたくさんあって、なんか新商品的な、あ、こちらこの新発売だよってこのシールが教えてくれてるんですけど、この新発売のものを買いました。何個か、てかほとんどです。そしてこちらはお茶はい、ということでこちらね、どれから食べていこうかな。じゃあこれ、このいちごソース 20% 増量いちごソースの鎌倉ケーキおお、なんかかわいいやついただきます。うん、甘いこのガンにソースがいっぱい入ってて、すごいおいしい。はい、ということで最後の一口、はい、食べました。おいしい。次はじゃあこのマカロン、こちらですね、マカロンいきたいと思います。いただきます。うん、うわ、うまっ。なにこれ、チョコ味うん、マカロンの味がするはい、ということで3品目いきたいと思います。3品目はじゃあこちら、冷やして食べるコロネパイかっこチーズクリーム142円。こちらいきたいと思います。これはチーズの食べ物、うわ、あー、手がチーズになった食べる。こちらもね、食べていきます。いただきます。うん、なんかおしゃれな朝ごはんふふ完食しました。はい、じゃあ4品目いきたいと思います。4品目はじゃあこれいきます。これさ、本当にすごいさ気になってるんだけど、これトロテーラカステラ、トロテーラもね食うよ。え、待って、やばい、待って、ごらんあれ、ごらんあれ、これ、待って、ごらんあれ、お花が咲いた、お花がお花、いただきます。うわ、ってやばい、マジでお花、ひまわり咲いたよ、ほら、かわいい。はい、ということでこちら4品目、1234品目完食です。はい、ということでね、じゃあ5品目いきたいと思います。じゃあ5品目は君の出番、コンビニだって生きてるんだ、友達なんだ。いただきます。一口ちっちゃい、このカードの消しゴムの端っこの部分うん、プリンいない、プリン
いた。ということで、5品目食べ終わりました。お腹いっぱい。なんか、初めての企画で、調子に乗った。はい、ということで、じゃあ次、6品目、こちら、食べていきます。セブンの濃厚ショコラケーキ。これも、なんか新作のコーナーであって、すごい、良さそうだったから、買いました。ちょっとね、こちらのゴミがね、すごい、大変なことになってるので、これは食べたよ、食べたよコーナー。これは食べてないよコーナー。じゃあ、こちらね、食べていきたいと思います。めっちゃチョコケーキのさ、匂いする。伝わる？うわ、これうまい。やばい。これは、普通にうまい。これ結構、一番美味しいかも。このスイーツかけっこがで。それにめっちゃ美味しい、普通に。これ、食べた方がいい。うん。完食。これね、結構、今のところ、暫定ナンバーワン。なんか、うまい。次、あー、紹介する前に開けちゃったから。これ。こちら、セブンイレブンさん、プリン&ホイップ、もちっとオーラです。いただきます。うん。これなんかさ、中にさ、なんか入ってる。プリン？うん、プリンだって。プリン多い。3個目。ということで、プリンも完食しました。あと2個か。やばいやばい、2個か。食えるかな？頑張ろう。はい、続いてはこちら。ベイクドチーズケーキのバーム。こちら食べていきたいと思います。いただきます。これも美味しいけど、チーズだからまたチーズだって。何も見ないで買っちゃった今日。チーズとプリンしかない。チーズとプリンの世界。いらっしゃい。ということで、こちらベイクドチーズバームケーキ、バームのケーキ食べました。はい、ということで、本日最後のこちら食べていきたいと思います。いただきます。うん、チーズの塊。完食です。はい、ということで、コンビニスイーツ、1、2、3、4、5、1、全9個全部完食しました。中が苦しい。ここが痛いもん、なんか。はい、ということでね、こんな感じでコンビニスイーツたくさんあったんですけど、なんかやっぱり個人的にはこのショコラケーキちゃんが美味しかった。うん、なんかどれも美味しかったけど、ぜひ皆さんね、なんか食べてみてください。コンビニスイーツ、コンビニ結構どこにでもあると思うので。はい、ということで以上です。バイバーイ。チョコレートボム YouTube チャンネルではミュージックビデオ、ライブ映像、まるまるやってみた男、せーの、チャンネル登録。